はい、こんにちは。ということで、本日はアンレイルドをやっていきたいと思います。一緒にやるのはデキヨコ、海にはのじゃじゃです。よろしくお願いします。ゲーム開始。どうも、ボクシングチャンネルです。よろしくお願いします。このゲーム、海にゃとデキヨコさんが初めてなのかな。いや、もうチュートリアルはないですね。これなんか、石とかこう掘り進めながら進めるみたいな。そんなのある。運び屋がいるでしょ。要は多分運び屋が大事なんだろう。待って、なんか最初のなんか切ってるわ。で、俺チュートリアル始まってんだけど、俺待って、なんかいや、そんなわけない。矢印言われてる、俺なんか。なんかあの、この石と木を使って線路を作ります。はい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 。ボクシングチャンネルはその硬い岩は切れないからな。そうなんだ。デキヨコってちゃんと呼んでくんない？あの動画見てる人はさ、やっぱ分かんない人とかもいるしさ、いやそもそもあの今も活動されてる方だからさ、やっぱあんまり失礼なこと言うくないよ。おいしょ、待って、線乗せる、大丈夫？今ゆっくり進めてるよ、ちゃんと。今もう超作りまくって、線路。俺が物めっちゃ運んでくるから。運んで線路にして永遠に続けるか、これ。で、水汲まないと、これ。ここ掘れる、誰かここ。誰か掘らないと、掘らないと。ここ掘れますか？あのボクシングさん。ボクシング。お前、こんな主人。大丈夫ですか？大丈夫ですか？下のレーン、下のレーン通してますよ。いや、あの、ありがとうございますわ。ありがとう、ちゃんと。ありがとうございます。はい、ね、おはようございます。ます自然って素晴らしい。ボクシングチャンネル上にさ、上にあの鍵あるじゃん。あれ取りに行った方がいい。あれ取り、あれ掘ってほしい。大丈夫これ、あの敵横って呼ばないとあのちょっと困るんじゃない？結構いろんな人たちが。最初の挨拶って言わないで。ボクシングチャンネルですって言ってたから、多分それを踏襲した方がいいのかなって思われてるんじゃない？それじゃん、だってこれ。これ大丈夫か？そうだね。デキヨコさんって、いや、ちょ、邪魔だよ。これ、1個上に曲げないと。この曲げ方って OK なんだっけ？セーフじゃない？マイクラでも OK だから、大丈夫じゃない？ああ、じゃあもう、マイクラと同じだね。ウッドが大変、ウッドが。誰もカード取らない。ウッドがない、ウッドが。ウッドがない、ウッドは上にある。ウッド、ね、ウッドナイス。ありがとうございます。でもいつかウッドの線路につなげなきゃいけないですよ、要は。これなんかファイヤーしたよ、ファイヤーしたよ、ファイヤーしたよ、ファイヤーしたよ。水が、うん、あ、こっちの上掘んないと。そこで、そこから曲げんのか、上に。はいはいはい。道んとこを掘らないと多分意味ない。そう、これ狭いと通れなくなっちゃう。そうなんだ。誰がどのスキンなのかよく覚えてねえよ。俺ペンギン。俺が恐竜。ボクシングがボクシング。ボクシングチャンネルがボクシングチャンネルね。違うってけどね、いないからね、ボクシングチャンネルさん今この動画の中に。あ、いない、いないからね、本物。え、あれやってください、あれ、いつものあのダンスね、ダンスね。いつものってなんだよ。やばいやばい、熱くなってるよ。3年ぐらい前ですね。あれ、ちょっと待って、バケツは3、4年前。ここバケツ、ここ。あいよー、あよかちー。順調じゃない？まあ最初はこんな余裕でしょ。これいつまで続くの？これエンドレスです。ミス長いなぁ。あーね。で、これあのなんか物資を前に出した方がいい。はい。俺上の掘ってくれ、時間あるから。石たくさん多分あった方がいいっしょ。うん。線路も作り置きしといた方がいい。さすが。確かにこの効率求められてるもんね。デイさん見て、めっちゃ詰めるこれ。見て。やばいやばいやば。え、縦積みじゃん、縦積み。縦積みできる、縦積み。めっちゃモングラル建築だね、これ。いや絶対大丈夫さんだけついていけてないから。刺さった今、もしかしてないから。俺大丈夫、こんななんか身内乗りだよこれ。身内乗りやばいよ、怒られる。いや、デカめの身内乗りだよこれ。え、でもこれ3年前の、なんで前に持ってた物資そっち持ってくんだよ。やばいやばい、こいつ縦積みだ、お前。縦積みだ、俺は。ふざけんな、やばいやばいやばい。線路作った方がいい、線路作った方がいいよ。線路作れって、木積む前に線路作れ。やばい、線路作れよ、おいおいおい。やばい、これ高すぎんだろ。やばいやばい、トロールが一人いると混乱するかもしんない、これ。これなんか繋げると最後まで早く行っちゃうから、最後はゆっくり刺すらしい。でも俺やると思えば無限に続くゲームじゃん。あー、熱い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 、まずい。無限に戦い続ける。え、これ大丈夫？バケツバケツバケツ、これがマークだ。あ、ギリギリ間に合った。で、これなんかワゴンのアップグレードができるらしいですよ。そうなんだ。クラフト速度とか。縛らん？縛りプレイせん。何縛りする？え、全部。あ、全部やらない。これエンジンを新しくすることによって次いけるか。まあ、エンジンだけ買うって感じかな。やっぱワゴンも買おう。すごい、クラフト速度とかめっちゃ良くなるじゃん。あ、そうなんだ。これ容量 100% 水ってこれ。これ多分10に持てるでしょ。うん。水冷的なノリってことこれ。水冷速度もアップするみたいな。
お、持ってった。これ自由に誰でもつけれるから、まあ、多分ここに載せないとダメかな。この同じところに。なるほどね。なるほどね。ほんと水ばっか許可してもらえないんじゃないの？許可しちゃおう。はい。オッケー。でも、もう許可、あ、ボルトがない、もう。ボルトがないからもう無理だ。あ、まあ、ボルトが必要なんだ。ですか？なんか無駄な強化したかもね。はい、行こう。でも水強化したね、俺たち。まあ、水は大事ですからね。水大事だよ、やっぱり。おぉ。いきなり。なんだね。いきなり道がない。木材ありますよ、木材。これ、まずは木を切んなきゃダメなんだ。え、これさ、斧、もう一本あったりしないの？斧は一本しかない。あ、そうなんだ。始まっちゃう、始まっちゃう。始まっちゃう。それで道作るのね。そう、道作る。はいはいはい。で、これ、1マスだと移動できないから、2マスにした方が強いらしい。あ、そうなんだ。ちなみに、あの、ボルトがまたあるんで、あれを取りに行く。あ、なるほどね。強化パーツ。強化パーツできる。大事だね。水汲んどこ。そういうだけがバケツを作ろう。バケツ。な、何これ？な、何これ？スポットライト？え、でもライト高くね、急に。暗くなる、暗くなる。夜？夜モード。月明かりが俺だけを照らしてくれている。なんか俺らの周りだけ明るい。光ってるから。体光ってんだ。発光してんだ俺ら。もう積むなやめろ積む。積みましたね俺。こっち？上行っても変わんないよ。上行くべきか。あ？上行くべきだな。本当に？そうじゃない？人生冒険だから。下硬い岩だねだって。冒険だからでも。じゃあリョウコさん早く掘った方がいいよ。もう無向きの前に。まあいけないことになっちゃう。まあなんかでもこの感じはいやこっちだな作業芸って感じがするな斧担当の人も上に来てもらって斧みたいなこの間に線路を作りまくるとレオさん先の道掘ろうよ先先掘らないと多分ねあそこ掘らないと干渉する多分干渉したらある先掘ろう先、うん、あれだから未来のことばっか考えてもねあのレオさん俺が掘れないからそうどじゃじゃが掘れないよいしょうるさいなぁそれやめろ結構カツカツになってあー通れないここやめあーあるあるある未来がある未来ある未来が見えた今これさうねうねさせたら時間稼げたりすんのそう大きくそうだよねやったりすると時間稼げが悪くなった、めっちゃいいじゃんおもうつなげれそうじゃないゴールまでいけそうアンレルドでもさ、うん、掘ってる人は楽だよな掘ってる人はだって ね掘り続ければ責任を逃れられるから だ,、ね、だから俺らはあんま文句言う必要はないんだよねひたすら掘り掘りをしよう石を、まあ、だから俺ずっとデキオコさんにしか文句言わないよ確かにでもあのデキオコさんがやんないと先行けないとかあるからじゃあやだあ俺が掘れなきゃ線路は詰まるけどな脅しか終わっちゃう終わっちゃう脅しかよ俺はじゃあ俺はここで線路を壊してもいいんだぞもうここまでは余裕っしょ余裕ですねいい簡単なゲームだわここ でも加速してくるとやばいんでしょだんだん速くなるんじゃない先に行ってないから俺なんか幼稚園児向けのゲームかなんかやらされてんのこれ幼稚園これチークゲーム猿の知能テストこれ痛い目見るからなこれマジまだ全然物資余裕ありますけどねこれ余裕だわこれ水は無限にいけるんじゃねこれ俺ちょっと俺自分で刺すわ縛りを目つむるいや意味わかんないこれ余裕だからもう先行こうぜ俺最近大学のテストあったんだけど、うん、こんな、うん、前日こんな気持ちだった余裕だわあ結果はどうだったねあのやばいやばかった貯金っていう選択肢もあり貯金という選択肢もあり貯金したらエンジン変えれんのかそうあれああそういう選択肢もあるよね爆買い爆買いだ、ね、爆買いね一瞬で何も買えなくなった貯金って何あ俺ら貯金しないもんな掘って掘って掘ってどんどん掘んないとやばいよちょっと掘ってー掘るかどうぞ俺線路作ってくからこれね2マス掘らないときついよこれ何どうなったの分からん上行くしかなくないこれもうでも上なんだこれ海宮さん帰ってくるタイミングでこう引かないと線路あやばいこれ俺こっち線路がやばいこれやばいやばい線路引けなくなる、やばいそういうことかそういうことかペンギンさん結構忙しいぞこれあれ意外と忙しいいやそれは俺じゃないペンギンさん触んじゃねえ俺にミニさんどけ触るな俺にあのあれがないわあれが石がないわ石これよ石下にあるよ石下にあるよたくさん大丈夫間に合うこれいや間に合うべさすがに間に合う余裕だよこれも石あるしね余裕ですよ石
広げとくわ。これ余裕ですよ。これ下の運ぶね、俺。余裕だわ。あのさ、この生命体何これ。ん？なんかね、ペットにしたり殺したりできる。あ、そうなんだ。あの、行こう。人間もいるよ。行くんだよ。鍵あるくない？そこネジ。角あるくない？ネジ。あるね。違うな、これ。あの、アヒルじゃねこれ。いや、ネジでしょ、それ。え、俺のとこでしょ。やばい、そうだね。それ。それネジだろ、絶対。アヒルですね、これ。アヒルだ。めちゃくちゃアヒルやないかい。おい、変な道作っちゃった、俺。あ、やばい。曲がってる。やばい。あ、そういう感じで来るのね、急に、ピンチは。え、それ、やばくね、その負け方。いや、わからん。取れなくなるよ、それ。あ、取れなくなるよ。まあ、どうにかなるんじゃない？これ。どうにかなるんじゃない？で、結局さ、石掘ったほうがいいしたの、これ。ここ。ここの道。かなり、なんか木材を捨ててってんの。いや、横、列車の方。俺ら行けねえわ。あ、何これ、つかまんの？開拓してほら、言ったよ。ナイス。おら、おら、おら。できたんで、ここの、ここ掘って、ここ。ちょっと待って、これ、上つないだわ、まずいよ。ここで上行ってんの？ここで曲げる。本当だ、本当だ。俺らはここで曲げるんで。こいつら捕まえたい。仲間にしようぜ。ペットだからね。ああ、あの、コナミ人です。よし。石、積んどきますからね。いやです。ちゃんと食べてるの？おばさん来たんだけど、急に。ババア来た、ババア。あ、やべ、これ行けない。あ、やべ。おい、デキブさん、しっかり掘ってよ、本当に。ちょっと待って。雑いわ、仕事が、ほんとに。そうじゃねえ。嫌われるよ。いや、雑い。怒られるよ。ここで曲げんなよ。いやいや、もう、そういう、ここで曲げんなよじゃねえ。俺は先のことばっか考えてんだよ。未来のことね。いやいや、もう、あんた、あ、取れた。あ、ナイス。法律をよく掘るには、打つ。雑にならなきゃいけない、時々。今度なんか木が足んないの。打つぶり。労働者が働かないと。やばい、線路。線路やばいよ。大丈夫、そんな焦んなって。まあ、ゆっくり行こうよね。慌てんなよ。仲良くしましょうよ、ノジュニアさん。慌てちゃダメだって。いや、俺は全然仲良くするつもりだよっていうのさ。いや、俺は全然仲良くするつもりはない。最悪じゃん。置いてきますからね。余裕。食べてくださいよ。ごめん、ノジュニアさん。仲直りしよう、今。無理だね、もう。やっぱね、和平ですよ、和平。お、石ありすぎだろ、これ。これ余裕だわ、もう。物資いっぱいあるもん。よし。一生多分終わんないよ、このゲーム。もうなんだかんだゲーム上手い人が集まってますからね。そうだね、もう。やめてください。確かに、すごい肩書きの人たち集まってるよね。マスター、博士号、なんか、心が広いみたいな。いや、心が広いの大事だよ、ね、確かに、心が広いのが一番大事だよ。落ち着いて冷静にプレイできる人が一人いるだけで。要は、IGL ができるってことだから。あー、なるほど。早い。お、来た。これ、貯金って言ってもあるよね、新しい。貯金って言ってもあるよね。何これ。何それ、なんか貯金大事だけどね。やっぱり、結構。え、バケツ貯めて。貯金とかしてるよね。あ、結構、まあ、貯金する感じなんだ、ほんと。あ、いいね。あ、やっぱりね。え、これ欲しい欲しいって。あ、いけるんじゃない？これ欲しい、これ。ねえ、あ、ダメ。あれ？もう拒否されてる。ね、全部重要なんだけど。いや、もう木を積むことだけに特化してる、俺ら。無視。あ、掘って。早く掘って、早く。遅い。早く仕事遅い。このゲーム作ったやつに言うよ、それ。仕事遅いって、まずい。どけ。始めろ。邪魔くせえな。下手くそかよ、お前、このゲーム、マジでよ。なんだ、こいつ。ぶっ壊しちゃうかな。やばい、どうしたの、マスター行ってねえやつは、マジでゲームを。こうするから、ここ掘れる、ここ。ここ。あ、俺もそんなことやって泣いたわ。俺も何も掘んねえ。やば。ツルハシは持ったまんま。やばい、これ、あ、やばい。どうしよう、これ。こうでいいか。一旦上まで、こう、回そうぜ。オッケー、ここ置いとくね、俺。これさ、左の方になんか物資いろいろ置いてきちゃった気がするんだ。うん、なんか多分ね、あの、線路とか置いてあるよ、多分。左の上の方に。まあ、線路。あるある、線路ある。その日暮らしでもいいからね。もうなんか物資を溜め込むとか、貯金とかよくねえな。じゃあ貯金なんてしないもんね。投資購入、購入。はぁ、にかに。何かに。絶対出ると思ったけど、正直。めったに出ないですけどね、今の。あ、そうなんだ。よく聞くけどね、俺。で、ひょうこさんから。え、カニ？カニ。これ、ゴールどこ？ゴールは探し出すしかないよ。心の目。
うん、俺たちが作るんだよ、ゴールは。道というものを作っていく。道は俺らが作る。適当にちょっと掘ってみるよ。まあ、僕らの私は今一つになって、もう道草の日々は出ない地図へ。俺らが行きたいところに行けばいいんだよ。どいて。ごめん。うん。うん。あ、ごめん。木の邪魔しないで、岩ごときが。岩ごとき。あったゴール。掘ってるそこで。晴れた。あ、下にあるじゃん、あれが。何が？あのネジ。破壊の使徒。俺が破壊の使徒だ。エンジェル。わかったわかった。住むっていうのが想像できない。ラボさんの役割マジで仕事がない。あるけど。喋ることもないわ、あんまり。仕事とかはそういうの自分で見つけていかなきゃ。おい、のじゃじゃ、あの人たちは何なの？あれ人は何なの？あの人たちは泥棒だよ。ああ、そうなんだ。俺らの溜め込んだ物資を取られる。ずっとね、あ、そうなんだ。のじゃじゃじゃんちゃう。そう、殺さないといけない。水置いてきてるけど、あれいいの？水は持ってくるよ。アフリカの子供困っちゃうからね。何言ってんのこの人急に。いやいや、やっぱ水大事じゃん。なんかあそこの人たちなんかよくなんか未来のことあんま考えてないから、なんかそこのなんか本当になんか井戸作ってもすぐ壊して金に変えちゃうらしい。そうなんだ。やば。悲しいよ。うちと一緒だ。やば。余裕だわ。うざいよ。早くエンジン変えてみたいけどな、実際どうなる。井戸。じゃあ井戸買うわ。井戸買おうぜ。あ、井戸大事だもんね。井戸買うわ。これ許す。おい。出た。いや、井戸買うとやっぱお金なくなる。井戸だな、やっぱ。もう何も買えなくなっちゃった。で、後で売ってお金にしよっか。すぐ壊すか。よいしょ。あの、目の前大変です。これ頑張ってください。やることないわ。そうだね。これ、デキオコさんが頑張んないと、このステージは。あー、これミスったらデキオコさんのせいだから。確かに。そういうことだね。要は2列掘ればいいんでしょ。まあそうだね。そうそうそう。3列は理想だけどね、本当は。理想論ばっか並べても世界良くなんねんだよ。はい、それは手動かさずに手動かして入る。中卒がよ。お前だって大卒が理想論だろうな。ひどいね、なんか普通にひどいね。普通にひどいよね。いやでは、これ愛ゆえの無知ってやつ。あまりお前、俺らをいじめんなよ。掘ってんのは俺らだからな。はい、掘れよ。おい、俺らいつでも手止めれんだぞ。別にこんな電車がどうなるか。下来るね。線路が下来るの。じゃあここの木来て。わかんない。下じゃない、やっぱりこれ下でしょ。道は俺らが右開くの。あの、ゴール的な考えで言うと下行くのめっちゃバカっすね、これ下行くの。まあ、ちょっと下行くの想像しなかった。ちょっと待って、臨機応変にやんないと。下来るのはバカだろ、これで。どう考えても臨機応変に仕事しないとダメだ。お前、目の線路がこれ盗賊が、盗賊乗せてた、今。そんなことはしないんじゃない。よし、あ、一回折り返すか。折り返したら時間できるわ。ここで限界まで行って。すっげえややこしい線路なんだ、これ。いや、でもこれで折り返してる間に掘り進む。大丈夫そう。で、これ上に折り返すと。いや、折り返したら終わるかな。積みそうだ。いい掘れば大丈夫じゃない。もう湖全部埋めるか。意味ないところも。いいんじゃない、これで。よし、辛すぎる、辛すぎる。めっちゃ線路曲がりまくってる。石って誰だったっけ。石俺なんだけど、あの今あの橋作ってたから言おう。いやいや、まあ、前掘った方がいいよ。敵さん、そっち掘っても取り行くのを考えて、みんなが。あの、叱られてる。野上さんすいません。あ、前行けない。足場作りますね。すごいなんだね。前、ナイス。ナイス。まあ、これだけやってるんだよ、俺はいつも。よしよしよし、なんとかなったね。いいね。石足りるっしょ。でも石いらんわ。もう石掘らん。つい掘らん。お、掘らん。確かにな。酔い越しの金は持たないか。掘らなかったらどうなるかやってみたいけどね。止まるよ。気になるんだよね、俺。終わりは。気になります。多少はね、貯蓄も必要かもしれない。あの、俺ここから。いい感じ。余裕だわ、やっぱり。エンジン永遠に変えないんだよな。あ、もう早い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 。わわわわわわ。いい早い。光の速さ。
待つのが嫌だったからもう置いちゃった。あ、なんかワゴンアップグレード品切れしてるよ。もう爆買いだ。え、もうノーアップデートこれ。まあ、貯金じゃね。これでもダイナマイト作れるって。ああ、いいんじゃん。貯金だよねこれ。あ、貯金された。ダイナマイト作れるようになったって。どこに差し込むか。ダイナマイト黒いやつもなんか壊せるらしいからね。じゃあ普通に便利よ。お前やばい。デゲさん早く、デゲさん早く。じゃあ俺の仕事奪われるってこと？ダイナマイト。早く。AI みたいな感じで。そうそうそう。喋んないで早く。一回。変わんねえよ。一回上にこうずらそうぜ。一回上に。はい、オッケーオッケー。あ、確かにそっちの方が頭いいね。一回上に持って木の。これ木が見えるまで待ってるわ。とりあえず。まあでもまだまだ。止まってるやついる。いや、まあ木がないから。まあしょうがないよな。適材適所か。あ、まあいいんじゃん。一回左に、あ、なんでもいいか。どうしますこれ。ここで折り返す。ここで折り返す。はい。簡単なゲームだぜ。やべ、夜になる。まずい。夜だ、夜だ。あー、暗い暗い暗い。暗い夜。完全に止まってる人いる。で、多分俺がやんなきゃいけないのが、一回戻って、のじゃじゃの前のこれを、木を掘って。そう、あのね。で、足場作らせて。やばいなさいな。はい、のじゃじゃ、頼む。あー、ここあー、長かった。ダイナマイトできたんじゃない？ダイナマイトやってみようよ。お、もうなんか、うわ、持ってるじゃん、ダイナマイト。どこに持ってくの？あ？あ？何してんのお前。いや、大丈夫、大丈夫。ほら、いっぱい壊れる。おー、すごい、いっぱい壊れたね。いいよ、やっぱり。え、こっち壊す必要あった？え、線路来てないのに。いやいやいや、まあ、なんとなくね。定期付け。そう、定期付けにやっぱり。定期付けに一発ね。死んだらどうするん、マジ。いやいや、死なないよ、多分。このゲーム、リスポーンできる。いいないとやばいわ、これ。足作れない。死ぬのこれ。だって、ここ繋げるわ。繋げていきやすくやばないこれ。早く。やばい。やばいっすね。下行くかこれ。いや、おー、ナイスナイスナイス。頭いいでしょ、俺。賢いでしょ。いやいや、もう当たり前。下行く？あ、そうなんだ。あの、若者のイノベーションを否定していくんだ。うん、当たり前。やっぱ、老害だから。下じゃもだって、もう何年生まれよ。ああ2000年以降でしょ、もう。まあ、割と廊下の兆候一番最初に出てるもんな。いろんな意味でな。おい、ちょっと待てよ。掘るのやめるぞ、あんまりそこ触れると。何に触れたのか分かんないけど。のじゃじゃはね、掘るより植えた方がいいよ。俺、お前、オード捨ててくるからな、奥の方。やばい。先輩や。よくないよ、そういうの。やっぱみんなでゲームやってるからみんなが楽しくならないとね。いや、楽しくしてないだろ。雰囲気が大事だろ、お前。雰囲気大事にしていかないといけないから。特定の攻撃したろ、今、一人。誰？なんだ？おい、クッキー。クッキー。あ、クッキー俺か。クッキーそうだ、俺だ。お前やろ。いや、木掘れるようになんか石掘ってくんないんだよね、上側の。あー、じゃあやっぱ石掘ってる人が悪いのかも。めっちゃ掘ってるよ、石今。見て、これ。いや、木掘れるように、やっぱ掘る。あ、木掘れるよね。ここで掘ってあげるという。そのね、なんか下あるやん。コミュニケーションが。そういう大事が大事。そういうのが大事。ありがとう、じゃあ。成長できたわ。ああ、やべ。でも、あの、もっと早く言ってくんねえと分かんねえわ。やっぱでも言わないで分かるようになんないとさ。ああ。そう、やっぱり、ね、言われてやるようじゃ遅いっていうね。縮じまち人間だよ、それ。そうなんだ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 。まあ、一流はね、自分で考えて行動できるっていうから。そうなんだ。なんだろ。もう何も言えなくなって無関心。そう、あの、そういうこと言ったら無関心って言ってたね。無関心って出たね。何だろう。俺ら無関心を達成してしまったようだ。そうなんだってことらしい。いやいいね、物資もたくさんあるね。ダイナマットって1回しかできないのか。だいぶもったいない使い方。そうなの。え、結構めっちゃもったいなくない。だってさ、出てこないダイナマイト。ちげえわ、これ、あの、石をダイナマイトに変えるんだわ。まずい。石掘んなきゃじゃあ。石掘ってダイナマイトに変えて、っていうふうに。そうなんすねー。休む時間ないんで、さんだけ。なんで石で作れるんだ。無関心だね。そうなんすねー。語尾変わっただけ。あと11秒ぐらいでできるよ。すいません、ペンギンさん、ここの木切れますか真下の。ない。ナイスです、ナイス、ナイス。切ろうと思ってたから、今、俺。いやまあ別に言われたから行動してもまあ遅くないんじゃない？クリアするのが大事じゃない？確かに。いや切ろうと思ってた普通に今。別になんかプライドとかなんかいいよ。いや切ろうとしてたんだ。あもういいかいいかいや進もう。あ挟まっちゃう。みんな今動画見て協調性協調性。こうやって協力して人間って成長していくんだなってことを学ぶ動画になってるからこれ。学びの動画だよこれ。まあ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 。学ぼう。
学びが大事。人間らしさを学ぶ。これエンジンいけるんじゃない？お、確かに。お早い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 。あれ受けない。下手くそかよ。おおおお、ダイナマイト2つだ。え、じゃあこれ買おうかな。いや、ありだよね、普通に。買い物は自由。なんかよくわかんないもの買いたくない？これ。周りのプレイヤー。絶対ダイナ、なんか絶対いつだけだろ、これ。使わないでこれ。絶対使わなくなるってこれ。ダイナマイトの効率を高められるよえ、これよく良さそう。効率高める？うん、1.10 倍って書いてある。まあいいや、まあ行きましょう。しようぜ、さすがに。あ、そうなんだ。パブリ割る。俺らもそろそろ未来を見るべきじゃない。未来フューチャーだ、俺たちにやるのは。あ、ネギさん早く喋ってる場合じゃない、やばいよ。フューチャーだ、忙しい。頑張って、ネギさん早くして。ちょっとブブ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 ブ、曲げるしかない。ここ曲げて曲げて。これやばくない？これ大丈夫だよ。待って、あと十何秒でダイナマイトができる。信じろ、ダイナマイトを。え、ちょっと、それやばいんじゃない？え、そこじゃなくない？え、それやばいんじゃん。そこ？あれ、その曲げ方やばくないか。これ激突するんじゃない？やばい、これ直さないと。一つ、黒に激突する。はい。危ない。危ねえ。レール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 。普通に。これやばくない？普通に。普通に今やばいよ。あぶねえ。大丈夫かこれ。あ、なんとか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 。これでも下に行くのか。下だな。ああ、のじゃじゃ、のじゃじゃ、下に。別に普通に上掘れる。いや、これね、上行っても多分意味ないんじゃない？うるせえな。うん、言われないとわかんねえか。まあまあ、いや、しょうがないな。ごめん。いや、俺上ルート開拓しようとしてたけどね。あ、まずくないか？まずくないか？まずくないか？上から行ける、上から行ける、上から行ける。あ、まずい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 。頑張れ頑張れ頑張れ。まずいやつじゃない？まずい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 。あー、あー、あー。え？え、なんか。なにこれ？え、でも終わんないのこれ。あー。体で。やばい、止まってー。俺らの先は、これで終わりだったか。あれ、ストップしたし。あれ？あー。え？え？しっかり。あー。え？しっかりしてくんね？え、なにこれ？なんで負けたのこれ？え、え、レールが、レールの、あ、でもこれ、あれじゃないですか。道幅が狭かったという問題もあるんじゃないですかね。まあまあまあ。まあ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 。まあまあ、でも、いや、まあでもあれ時間なかったしな。再挑戦してみますか、もう一回だけ。これ、デキオコさん岩掘るのやめさせません？いや、まあ役職交代じゃないですか、さすがに。じゃあ俺が岩を掘る。じゃあ俺、レールを掘る。これ木だった。俺がよ。木を掘りまくってやるよ。今はちょ俺じゃないと思うんだよね、普通に。いや、お前だね。そういうの認めよ。気分悪い。認めたら成長するから。気分悪い。どのルートで行くのこれ。趣味責任転嫁。気分悪い。で、今度俺がその森を切り開く。やっぱこの先を見通したこの伐採、森林伐採で、俺上のボルト行こうかな。ボルト行くのは私です。え、掘るの楽しいね、これ。掘りながら行く。いいじゃねえか。水ってどこで取れるんだ。あー、だいぶとやばい。水掘りたい。水掘らないとまずいかも。そうですね。すごいな、なんか、頭かガクンガクンしながらなんか石掘ってんな、あの恐竜。キャラクター的にそうなってるからもう。そうね。しかもなんか、ボルト行くって言ってたから放置したけど、行ってねえし、こいつ。いや、飽きちゃった。もう掘るんで。でも、1個は石掘ってもらわないといけませんよ、これ。ダウンショーンって。温度で割れるだろう、多分。この鉄製だから。もう無理なんだよ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。どうしたどうしたどうした。何もやばくなかった。いいですね。まあ余裕だよね。まあ余裕っすね。さすがにここは。いっぱい掘っちゃおうかな。いいね。俺もじゃあ前の方掘っちゃおう。あれ、自分がどこにいるかわかんなくなる。え？スマブラ現象じゃん。いや違う、この黒いやつがいるから俺わかんない。ああ、確かに。あ、そうなんだ。見間違えるの。やっぱ似てるよね。似てた、普通泥棒だし。あれか、税金泥棒。返さないから、絶対言葉返さないから。仲良くしよう今から。しないしない。いや無理無理、もう和解しようや。言ったらもう無理、もう無理。あ、そうなんだ。どっちが嫌だ、泥棒とハゲ。どっちも嫌だ。美女と野獣みたいな。野獣アンド野獣だったけどな。いや、よし。みんなでもやっぱ
多様性認めないと。さて、まあ、アップグレード1からか。今回はじゃあ逆に買い物しないっていう方向性でいくのはどうですか？今回貯金戦。今回もう一切何も買わない。夜にやっちゃうか。それもまあまあそこまで極端じゃなくてもいいと思う。別のアップグレードは必要じゃないか。いやいやいや、あ、バケツあった。それ多分やばくないか、そのつなぎ方。下手くそ、線の乗り方。これで、まあ、一直線にこの岩のところまで行って、まず海青に働いてもらうっていうのが大事ですよね。そうだよね、やっぱ。そうですね。これで海青がね、こう時間の無駄なくこう仕事ができると。部分的にそう。部分的にそう。これ最大ギネスとかあんのかな、なんか一番長い距離どれくらいまで行ったの。これでギネスあるか、それ。気づくの。水やばい、水やばい。水やばい、これ。あ、水バケツさんどこにあるの。ペギさん上にあるよ。バケツにどこにあるの。ペギさん危ない危ない危ない。バケツ見えてないんだけど、ちょっと待って、バケツどこにある。いやいやいや、ここ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 行ってくよ。めちゃくちゃ近い。わかんないからでしょ。ちゃんとね、ピン刺さないと。ここバケツピン刺してくれ、普通にピンな、ピン何ピンあるんだ。ピン刺して、やっぱり分かりづらいじゃん。大事だよね、ピンね。これ誰か上ボルト行こうぜ、誰か。お、ノジェジャがボルトに向けて旅立っていく。いいよ。よいしょ。でも部品するだけだから別に取らなくてもいい気がするけどな。いやもう、まあ、エンジン2段階アップグレードとかできちゃうんじゃないの。逆にエンジンアップグレードすると速くなるの。なんか次のステージに行けるらしいのよ。へえ。そうなんだ。アップグレードせずに次のステージ行っていいですか。すごいな。やっぱ俺らに華美な装飾いるか。等身大の俺らで行くべきなんだ。いや、いいこと言うね。等身大装飾っていうの言葉が分かんなかった。華美派手な派手な派手な装飾ね。なんかさ、ブランド物のさ、ネックレスつけたりする必要ないじゃないか。ネギコさん分かった今。俺全然分かんない。分かんなかった？うん。残念だわ。俺は強くなりたい。ああ、そうなんだ。社会的権力を手に入れたい。ああ、じゃあ農学部だと厳しいかもな。政治家になりたい。すげえコメント。やっぱ経済学部、法学部とかじゃないとなかなか厳しいんじゃないか。そうなんだ。じゃあ変えるか、うん、今から天学書天下天下。いやこれやってること農業と一緒だよ。木を掘って石を掘って。あー深いね。確かに先につなげる一次産業じゃん。そう一次産業やってる俺ら。のじゃじゃってなんか産業してる。のじゃじゃのじゃじゃって何か産業してるって何。産業してるって何。産業してるなんか社会に生み出してるかなと思って。あー生み出してる。あうんこ製造機。あ、ひろゆきが言うやつね。うんこ製造機ね。あ、そう。ちゃんと処理場の人の仕事を作ってるね。そう。確かに。確かにうんこしなかったよね。俺がうんこしなきゃ仕事なんだよ。そうだ、下水道の人、下水場の人困っちゃうもんね。確かにな。じゃあ俺がのじゃじゃの。めっちゃなんか急に進んだな。のじゃじゃのうんこで、やっぱなんか肥料作ってさ、俺が優しいので。バイオマス燃料みたいな。バイオマス燃料作って。なんかすごい。西部地方向けの改良型蒸気エンジン。改良型の蒸気エンジン。朝日くんとかいたらこういう解説してくれるかもしれないけど、わかんねえわ。俺はこの下を掘る。下よさげじゃね。下ルート。さあ。でもなんか開いてるもん、最初から。確かに。だだっ広い、うん。速度速くなった気しねえな、あんまり。これも余裕です。めっちゃなんか余裕そうこれ。余裕だわこれ。マジで。なんでさっき失敗したんだろう。不思議だわ。これはね、なんだろうね。あ、コミュニケーションブスかもしれない。いや、あれはコミュニケーションエラー。石じゃないと思うけどね、俺は未だに。いや、石だよあれは。あれは何がダメだったじゃん。誰もね言ってあげてないだけで。何がダメだったじゃん。多分でもコメント欄でなんか流れてる今頃。いやあれは誰々だったなーって。いやまあ先輩探しもよくない。なんか普通に。あ、意味ないよ。みんな仲良くやった方がいいよな。生産性ない。せっかくみんな一緒にゲームやってるのにな。そんな先輩探しとか性格悪いわ。意味ない。そんな俺仲悪いところ見たい。そんなになんか意味が分かんない。俺も仲良くしてる方が多分みんな見たいと思うよ。人間って気持ち悪いね。これ上と下どっち行く。いや多分 IGL が IGL が指示出してくる。下下から回って上に行こう。やばいルートになってないあれ。線路が水大丈夫これ。水ちょっとだるいねこれ。水やばいっすよ。ラクダがやばい本当にやばいぞ。ラクダ
どけどけどけ、あ、ほんとナイス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 、ナイス、上の、ラクダも使えんの？上、水ルート掘るわ、俺。確かに水大事だね。そっか、さっきと違って水冷ポンプみたいな強化してないから結構オーバーヒートすんのか。うん、やばい。あれ、花粉の強かったのかも。邪魔なんだけど、こいつら。謙虚に生きようや。そいつ殺した方がいいんじゃん。こう、仕事ないよ。ラクダって生きてんだぞ。ラクダからなんか牛の鳴き声しない。ってことはラクダは牛。ラクダって牛かな。知らないよ。キヨコさん。知らないよ。それ農業学部だから好きじゃない、うん、なんか。偶定目とか分かるんじゃないの。知らない。アンサー、普通に知らない。知ろ。これ狭くない？ここやばくない？これからしていくんだよ。やばくない？みんなで前行かないとダメだね、そこ。じゃあ、うん。これ先に移動しないとやばいことになりそう。やばいね。掘り進めないと。なんか。とりあえず開通。あ、なんか横にボルトあるわ。急げ、急いで線路運ばないと、これやばいぞ。大丈夫、やばいやばいやばい、そろそろやばいんじゃないか。選択した、あ、やばい、取れなくなった。あ、やばい、これやばいやばいやばい、あ、まあまあまあ大丈夫、まあ大丈夫、まあ大丈夫、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 これこの状態いけない、それ。あ、無理だ、いけないよ、これ。ここの木切ってくれないかも。いやでもまっすぐ、あ、こういう木をね、切ってるかどうかが大事なんだよな、本当は。大丈夫じゃない、この木じゃないですか、この木、この木じゃないですか。どけ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 、海にはどけ。そういうそういう木を切ってるか切ってないか、はいはい、大丈夫ちゃう、まあ大丈夫ちゃう、これ。え、水、バケツはどこ行った。あ、それ取ったらまずいかも。バケツ俺持ってる、これやばいかも、これ。あ、それ取んない方がいいかも。ああ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 、お前が持てよ。いや、あ、もう終わりかもしれないです。終わりです、ここでね、あ、終わりっすね。我々の旅は終わりです、これで。あ、ピンチ、まずい。あ、上だったかもな。ああ、上から行かなきゃダメだったもんね。ルート開拓よな。まあまあまあ、でもここ見えてなかったからね。これはここ見えてなかったからね。ゲゲモさん、ここはルート開拓が悪いよ。俺ら、まあ、初見殺しだな、俺。いや、ルート開拓じゃないですか、ゲゲモさん。ってことですか、穴掘りってことですか。あー、穴掘り、そうだね、確かに。抑えられない。いや、俺はまあ俺が悪いかな、普通に。まあ俺が下行く判断しちゃったところかな。まあまあまあ、これ見えてなかったけど、ここまあ見えてなかったとしても、まあ俺未来を読むべきだった、やっぱり。いやー、さっきより言ってない、ここやばいな。下手くそだった、もしかして。バカ下手くそ。ということで、トローラーズが集まったアンレイルドでした。いや、マジか、のじゃじゃが悪いわ、これ。のじゃじゃのせいか、マジで。これ誰が先輩、これ。雰囲気悪くしたのじゃじゃじゃないの。ね、雰囲気良かった、あそこで。いや、うん、上じゃ、下じゃないんじゃないのっていう声、一声があったかもしれない。どんまいどんまいとかね。言いやすい環境って大事だよね。職場作りってそういうところから始まるんじゃない？掘ってない俺が責められる。215メーター GG でした。